皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのひろっこです。よろしくお願いします。ということで、前回まではフロントバンパーもうこちらまでね、出来上がってるとは思います。動画のねコメントの中で、まあ、リアはアンカーにしてほしいという声がたくさんあったんですが、まあ、やっぱりねアンカーってなってくるとね、ここら辺の加工とかがね、まあ、非常に、まあ、高度になってくるというか、まあ、このクリアランスをねしっかりとってとか、ガタをね作らないように皆さんにね紹介するのが非常に困難だということで、僕がね今使っているこちらのリアの AT を、こちらの方にですね搭載してやっていこうかなと思います。ということでね、まずはリアにバンパーを乗せる時点でもうこいつ邪魔なので、こいつですね、こいつをね切り落としていきたいと思います。このバッテリーカバーつけてたら多分このままねノコで切れるんだよね。こんな感じでね切れました。で、断面とかねすごい気になる方はここにねヤスリとかを当てて断面綺麗にするのもいいかもしれないですね。多分親父ヤスリとかで軽くこうしてこうやってね磨いておけば簡単に綺麗になると思います。まああとはバリを取るといったような感じでしょうか。はい、そうしましたら今回ね使用するパーツ類を紹介していこうかなと思います。もちろんね FRP で作るという約束はねもう外しませんので、 FRP リアブレーキステーセットと FRP のフロントワイドステーフルクアルミニウムタイプですね、これを3枚で、今回、まあ、赤いシャーシということで、これね使いたかったわけよ。今年のステーションチャレンジかなんかで配られたのかな。うん、この赤いね FRP をちょっとね入れていきたいなと。これをお持ちでない方は普通のね FRP を使用してもらって構いません。正直今カーボン使ってるから、せっかくだからということでね、今回は使ってみたいと思います。まずはですね、バンパーを乗せる基部を作っていくわけなんですが、一番下の土台になる部分がここなんですね。なのでこれを開封していきましょう。パカッツ。はい、ということでこれがブレーキステーになります。なのでこれがそのままねこうやってつくと思ってください。で、こうやってつけた時にやっぱりねリアのプレート低いなと思いますんで、やはりあの方に出てきていただくしかないでしょう。ケツの穴、あ、すいません、ホリコムンダーさんにね出てきていただきましょう。ホリコムンダーさんで掘り込みます。あ、やっぱできるな、すごいな、掘り込むんだやっぱ。はい、ということで、こんな感じでね掘り込みが終了して、あとはね取り付けるだけになったんですけれども、これね掘り込むんださんをこう見てると、掘り込むんだをね AR のリアに使った時にこう見て、こうね薄くなりすぎて、この棒でしかこのリアのねパーツがね繋がってない状況になるんですよ。これはね危ねえ、これ折れちゃう原因になると思いますんで、ここのね穴をちょっと補強したいなって思います。補強は上からこう渡すだけでかなり強固なものになると思いますんで、穴が動くとここがね結局折れることになるんで、ここが動かないように補強する必要があると思うんですね。ですので上からね何かしらを渡して、まあ、こうね補強していきたいなって思います。今回の目的はね安めでいきたいと思ってますんで、今回これを使うか、1万円以内で作りたいっていうね考えがあるので、こちらねスーパー X シャーシの FRP をね使用したいなと思います。これを使ってうまく上を補強できたらいいので、まずは取り付けのねビジョンを作りましょう。2ミリドリルでまずは穴を拡張して、取り付けたらどういう感じになるかっていうのをまずやります。で、そうしましたら X 用のやつを、この2つの穴が結局ここにはまるんで、僕はねこういう向きでつけたいんですね。で、形を合わせてこの両サイド、ここと当ててないと、まあ、結局中でこうやって動いちゃうと折れる原因になるんで、この横にスライドしないように横のね壁にしっかりと当てた状態で作りたいので、まずはねカットからかな、カットからなんだけど、ちょうどこの穴の終わりだね、この穴の終わりのところからスパッと両サイド切り落としてみましょう。そうしましたら、これがね今、まあ、切り落としてだいたいねこんな感じの幅になりました。そしたらこれをこうだんだん上に上げていって、この穴がこのね上にぴったり収まるように、で、横幅、この横幅もねしっかり収まるようにちょっとですねプレート自体も削っていきながら、合わせていきましょう。だいたいこの辺になるのかな、だから干渉する部分を削っていく感じですね。はい、ということでね、まあ、こんな感じに削りました。真ん中ポッコリにしてこんな感じでね綺麗にはまるように作ったので、これでね補強はできてるかと思います。こっち側にもこっち側にもね隙間がないので、この穴自体がこうやって動くことがないかなと、前後にねこうガタつくのも、まあ、割とぴったりに作りましたので動きにくいのかなと思いまして、まあ、一応補強にはなっているかなと思います。これでねとりあえずプレートを簡単に取り付けてみたいと思います。はい、ということで、こんな感じでね取り付けが終了しました。この中の穴とかもね黒瞬着で今回は埋めてます。で、これの作り方に関してね
作り方出してくださいとかね、多分コメントで出るだろうなと思ってるんで先に言っておきますけど、これ作り方とかないです。ポイントだけ押さえていただいて、要はね設計図を作りながら作るわけじゃないので、これに関しては作り方がないというのがね一番妥当なんですよね。ポイントとしましては、この横壁、この横壁との間に隙間を作らない、なおかつ前後もまあ、最低どこかしらがシャーシとね接している状態にしておけばガタつけない状態になりますんで、プラスチックが何回もこうやって動くことによって摩耗して最終的に折れると思ってますんで、それがねこう動かないような状態にしてれば割とね長持ちするのかなといったような印象なのでね、簡単に言えばここにねぴったりに作っていれば何でも OK といったような感じだと思っておいてください。あとは見た目の問題で僕はこの穴をね埋めたりはしてます。まあそれだけですね。はい、ということでそうしましたらいよいよねもうバンパーが乗ったということで、ここにね、プレートをねこんな風に乗せていくわけなんですけど、まあ、結局おそらくこの穴をここにね取り付けるような感じになりますんで、そうしたらここにビスを立ててねスプリング等を立てていくわけなので、一度これをバラしていただいてこの横を切っていきたいと思います。結局このバンパーの座りを良くしたいので、後ろ向きにもねこう倒れにくいような形状にしたいんですよね。スラストが効いた時に、しっかりとね保持してくれる感じのものが欲しいので、おそらくこのカットラインになると思うな。 1,2,3 個目の穴の下からまっすぐ、ここをまっすぐ切り込んで 1,2,3 個目の穴の下を横に切るといったような感じになると思います。でこちらのバンパーはもう単純にこの穴は残しておきたいんで、このラインから縦にズバッといっちゃっていいです。はい、ということで、サラビス加工が終了しましたんで、一つ後ろの方にね取り付けていきたいなと思います。ね、壁にねこっち側の壁に何かしらこのプレートを当てておきたいんですね。当てておかないとこういうガタが生まれやすくなっちゃうので、とりあえずこの穴を、拡張して作っていきます。はい、ということで今ね下の耳の部分もカットいたしまして、こういった感じになっております。 4mm の穴の中央にこの 2mm の穴が来るような感じで削っていく感じですね。こうやって今現在見た時にこっち側はねもう割と中央の方に来てる、ただこっち側はやだね下に寄ってるってことで、こっち側を削っていかなきゃいけないっていうことですね。はい、ということでだいたいどちらも中央の方に来たなという感じになりましたら、ここにサラビスを立てて作っていきます。このバネの感じとかに関しましては、取り付け方とかに関してはねほとんどフロントと変わりません。ある程度ぴったりに作ったらこれを通して、ここに 6mm のスペーサーを2つ入れますね。バネの硬さを調整するための 3mm か 1.5mm とかをここに入れると、そこからバネを入れます。バネを入れたらロックナットで締める。なんか穴の感じは悪くなさそうだけど、こっち側はねバッチリですね。こっち側はバッチリなんですけど、こっち側がねどうやらシャーシ側とねかなりこう擦れ合ってる感じがありますんで、こっち側はちょっとシャーシ側とのこの FRP を削っていく必要があります。やっぱりね新品ですので全くガタのない状態で作れました。結局やっぱあとはもうバンパーの位置だよね。シンプルにバンパーの位置だから、これだとねちょっと1個後ろになっちゃうんだよね。やっぱ1個前に詰めるか。はい、ということでそこら辺の、ね、FRP を今適当に削ってきたんですけど、こんな感じでね彫り込みを入れることができれば、ここにね取り付けることができますんで、ここに取り付ければ、まあ、ローラーベースとしてはそんなに長いものじゃないのかなと思いますんで、やっぱこの横穴使っちゃうか。横穴って大丈夫なのかな。みんなはねこれ横穴気になる人はここはねカーボン作った方がいいかもしれない。このマルチの部分ね横穴で大丈夫なの、まあとりあえず作ってみて触ってみてどうかだよね。でもこうやって取り付けた方がローラーベースは確実に短くなって良さそうだな。うん、じゃあこれで取り付けていきたいと思います。これをもう一枚作るんで、どういった作り方をするかだけちょっと説明しますか。これはね結構割と本当に簡単で、これ見ていただいたらわかると思うんですけど、一番真ん中の穴がこの要はこのスプリングが立つ位置なんですよ。ですのでこの位置を掘り込んでいくだけなんですよね。でこれ裏向けるとすぐわかるんですけど、穴が綺麗に消えるところら辺まで掘るだけなんですよ。簡単に言うとこのスプリングがですね、スプリングの厚みをこうやって見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、約5ミリぐらいなんですよね。要はだから5ミリ以上の円柱でここをこの穴の中央ら辺からガーッと穴がなくなるまで削っていくと、絶対にこれがスポッてはまるような形になります。5ミリ以上ね。だから別に難しくない。こうやってこういうのをこうやって削っていってくれるだけで出来上がります。穴がなくなるまで5ミリ以上の円柱でこれを削りました。そしたらここにねもうこれだけよ。これでもうバッチリ
ハマりますんで、これはめちゃめちゃ簡単なんでおすすめです。はい、そうしましたら、せっかくね今こう貼り合わせれるような感じになってますんで、これね2枚を貼り合わせていきましょう。本当はねこの円柱する前に貼り合わせた方がいいと思うんですけど、ここの部分をねこう作るときにここにね瞬間接着剤流しておくと全然削れないんだよね。でそれがねちょっと俺の中で嫌だから、2枚重ねた状態で削った後に、僕は瞬着を流し込みます。瞬着流すとね本当に強度めちゃめちゃ上がるから、まあすごいいいことなんだけど、それと同時にね削れなくなるっていうのもねちょっとめんどくさいなと思ってます。全体的な補強が終了しました。そしたらここに乗せていくわけなのですが、今回ね乗せていくにあたって引っかかり防止ステーをね搭載したいんですよね。ってなると一番簡単なのが、ここでね登場するのはもう一枚のフロントワイドステー、これを開封します。そうしたらこれをねシンプルに言うとこうつける感じだよね、こう取り付ける感じになります。でもこの真ん中がつながってたら要は AT しなくなっちゃうのでね、 AT バンパーの基部に取り付けます。ってなると邪魔な部分ってあるよね、ここの穴で取り付けますんで邪魔なのはこの内側になるんですよ。でそして今回 13mm のローラーを使いますんで、外から2つ目の穴を 4mm オーバーに拡張しなきゃいけないんですね。ということでまずは穴の拡張から先にやりましょう。はい、ということで穴の拡張が終了いたしました。終了したらこの真ん中の穴の部分はいらないのでここをカットします。はい、ということでそうしましたら簡単に取り付けるんですけど、この穴方向見つらないように気をつけてね、ここの穴を両方ですね、こっちもサラビス加工をします。はい、こんな感じでねサラビス加工が終了しましたら、はい、それではですねここにサラビスを通したら、この上にですね一番薄いスペーサー 1.5 ミリを通してここに入れます。そしたらこの上で先ほど重ねて作っていただいた AT バンパーをここに乗せます。そしてロックナットで留めると、こういう感じだな。さあ反対側も一緒です。はい、ということで、組み付けが終了いたしました。さあ最終的に、まあ、こういった感じのね形に収まりました。はい、 AT もねしっかりと稼働します。だって今回もしっかりとねこの軸にはグリスを塗っておりますんで、あんまり引っかかりとかもなく結構しっかり稼働するのではないかなと思っています。じゃあね最終的にこいつをちょっとね見栄えのいいように仕上げてまとめに移りたいなと思います。はい、ということで完成しました。いやーどうですか。最初やっぱりこのマシンを作るときに、いや現代っぽくなるかなとか思って作ってたんですけど、だんだんっぽくなってきたよね。リアの感じとかこことかさ、まあ今までなかったんだけど、なんかあった方がかっこいいなとか思っちゃうよね。まあ、ハプニングでしかなかったんだけど、まあ、作ったらよ、なんかあった方がかっこいいなとか思っちゃうよね。赤黒でマシンがね結構出来上がってきた感じになってるわけですけれども、稼働もですね問題なく稼働する感じですね。うん、なんか思ってたよりしっかり稼働するから、はい、バンクチェッカーに乗せてもしっかり掘り込んだことによってバンクにはすってないですね。フロントもしっかりと、あーすげえいい感じ。やっぱツヤ消すといいね。赤もねヤスリかけてもね下からちゃんと赤が出てきたんで、こういうところもね僕の中ですごい良かったなと思ってます。はい、ということでリア AT の作り方でした。あとはやっぱこのマスダンパーの作りだよね。結局マスダンパーが多分一番収まりはいいんですよ、見た目的にもね。この辺からなんか引っ張っても面白そうだし、まあとりあえずフロントの提灯を作ってから、そのフロント提灯とボディに合わせてリアをねどういう感じにしていくか決めていこうかな。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。